今度バッティングセンター行ってこようかな。あんの？バッティングドーム。どこ？じゃあ、 帰りピックすればいい？多分8時ぐらいになると思うけど。多分ここに超でかい豆でいい。来たわ、ついに。まあ、出来上がりのお楽しみだね、この動画は。何しに来たんですか？それは今言っちゃったらもう話終わっちゃうから。じゃあ、すいません。お待ち様で。そうです。あの、決めたいし、ついに、オーシャンピーポーの、経費がたまったということで、このハンドラ、購入！持ってきた。え？持ってきた。あぶねえ。ほんと忘れた？持ってきてる。あのエアバッグ、今一緒忘れてたでしょ。今ちょ何の車か全然言ってこない。何の車か分かってないかな。どうする？大志さんも購入じゃないですか。あ、いやすごい、なんかすごい今回とあれ YouTube 話した。え、まだついてない。全然朝一行ってないじゃん。いや、行ったんだけど結構混んでてさ。あ、やばかったよね。いや、俺らもだから東名周りで行ってんの。4時間とか5時間って書いてあったから。あ、そうでしょ、うん、そう、俺らは早く出たんだけど、うん、6時ぐらいには戸塚の料金所越してたんだけど、やっば、ね、そう、結構混んでて。なるほどね。まあ、のんびり来てるっていうのもあるけど。はいはいはい。ケンフさん、ケンフさんにちゃんとあの車の中でクロスピ禁止ですからねって言っといた方がいいよ。え、ケンユさんぎっくり腰になった。え？今？いきなり。嘘でしょ？トイレにでうんこしようとしたらぎっくり腰になった。え、どう？じゃできないじゃん。痛い。え、ケンユさん車の中でじゃ寝てるんですか？なんかゆっくりやった。やばいじゃないですか。そんな外です。撮影してたら固まっちゃってもやばいんじゃないですか。ゆっくりだったら歩ける。いやー、ゆっくりだったら歩けるとかもう苦しそうじゃないですか。今でも今ストレッチしてるもん、外で。やーば。で、水中やるんですか？え、水中でしょ、ケイさん。そうだよ、ケイさん今日水中のために荷物パンパンで車の中もうとんでもないことになってるのにゆっくり腰したから。やっぱそれはやっぱ責任持ってスイッチ入ってもらわないと治るかもしれないし、ぎっくり腰。明日モンド行こうな。やば。なるほど。オッケー、じゃあ、まあ、ちょっと着くよ、もうすぐ。もうすぐじゃねえよ。オッケー。それぐらいに一回上がってきた時ぐらいかな。そうだね、オッケー。はい、じゃあ行ってます。はい、じゃね。いいね。やばけんさ、ぎっくり痛い。面白すぎる。やばいね。さすがすぎる。うんこ踏ん張りすぎたね。なんか上宿始めた。泊まれるは泊まれる。宿お腹痛いわ。もう一回行ってこうかな、トイレ。遅すぎ。早くしてよ。暗くなっちゃうよ、マジで。ケンさんもトイレ行った方がいいんじゃないですか。2時間は2時間かかんない。かかりすぎでしょ。何やってんの。だってもう何時に来た。やばいよ、もう茨城じゃん今。ノーサーフでしょまだ、はい、2時半だからね、もう。暗くなるからもう先行ってもいいよね。じゃあ行くね、これ置いて。あのうんこ野郎。もう遅いわ、何しても。我々で今裏から回ろうとしたから。いいね、さすがだと思った。でもドッキリをもう分かった瞬間に仕返しに走ったわ。見てた？見てた。え？見てて、ちょっと逆回りしようと思ったけど無理だった。
なんだバレてた。ゲイだよ、ね、男だな。おーライト今のここ、おおスピラウト、やろ、あ見て見てこれもウェッジ、あー行ったろおい、あやろ、行ったろ、行きましょう、これおいカモン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 、だから何でももう俺の言うこと聞いとけばいいんだって、最初から俺見ていくからさ、ヒロトの数字見に来れる。待ってください。待ってください。そうやろうじゃん。ケリコ氏のケリーさん、あ、ケリーさんって大丈夫みたいな。任せてください。やばいな。天才だね、マジで。じゃあ、カイトお笑いで。お笑いやりてぇ。でも、あれできそうじゃない、ほら、あれ、あれも。全然できそう。コロコロしてるよね。うん。これね、ゲットしたんだよね、使ってなくて持ってきてみた、今年2回目のカードからね、そのカイラーワーレンの実、俺も使ってる、あ、どう、めっちゃ調子いい、あ、いいんだ、俺結構好き、初めて使う、なんか、多分あのフォーマーのに比べたら、うん、ふわっと感ないかも、Thank you.
え、あれエアリバッターのフィンついてたやつのこと？あれさ、エアリバじゃなくてチョベリバなんじゃない？チョベリバ。また悪口言ってるよ。まだ嫌なんだよ。オーシャンピーポーの人が超嫌いなんだよ。毎回いじられて終わり。だから嫌なんだよ。なんかシュージももうダークサイドに染まってるからさ。え、あれヒロト、あれどうだった？はい、チョベリバック。僕なんかそんなもしかしたら取りパクってあんまり一緒なくて言いちゃったいや一緒に見てたじゃんチョベリバック。あ、あれっすか。うん、あれじゃないよ、ちなみに決めたの。あ、はいはい、そうですよね、チョベリバックだよ。結構コウヘイくんバーン決めて見てたっすよね、こっち。俺もクレームしちゃった、ちょっとクレームしちゃった俺も横から見ててよ、結構良かったそう、ほらありがとうございます。あ、ねえ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 、なに、この板さ、砂払ってくんない？チョベリバくん。新年から本当に喧嘩っ早いよな、あいつ本当。これでも行ってるかな。やば。はいはいはい。行ってます。完全にありがとうございます。ドーン！カモンメン！マジかよ。やば。カモンメン。マジ？想像以上にやばくない？想像以上にやばい。ちょっともう一回写真撮らせてください。やば。え？マジかよ。超バットなんですけどこれ。これね。これどうするの？熊沢くんもやってましたね。あとね。超うざいんだけど。これはもう練習になりますね。いや俺行ってないと思った。しかも結構広くない？折れちゃってないですか？いや折れてるよ。曲がってる？曲がってはないけど、もうマジでめり込んでるになってる。マジかよ。メリケンさっきじゃん、見てこの顔パッドエコノミーツーリストだね、完全に。あ、これ完全にエコノミーだよ君は。ビジネスに合わないっしょこんな顔してたら。やばいよ。ビジネス乗れる人はやっぱこれでこんなんで落ちないもんね。あ、オッケーオッケー、アップルアップル。エコノミーはこうやって落ち込んじゃうから。俺らエコノミー2ですね、一緒。あ、ここだ、ここやばい、ちょっとさ、シール剥がしてくんな。シール剥がして、もしかしたら中割れてるかもしんない、これ。チェック、チェックしたら中割れてるかもしんないから危ない、よかった。ちょっと剥がしてほしいんだけど。死なない方は。やばいわ、これはもう。やばいわ、取り替えらんないんだから、これ。やばいった、頭。ついてくわ。